こんにちは、翔太です。今日もグラグラやっていきます。今日も PVP やっていこうと思います。そうですね、まあ PVP やっていきますと、まあ3連戦か4連戦ぐらいやっていこうかなと思います。でチャンピオン4ですね。まあメンバーは変えてません。ヘンドリクセンに、まあ、貫通入れて、まあ、イースティも入れてみたいな感じでやっていこうと思います。早速1戦目やっていこうと思います。でこの喧嘩祭り の、 あの動画出すのが多分あのこのなんだっけ、一般専用ルールですかね。この専用ルール適用されているシーズンで動画撮ってるんで、もしかしたら動画出すときにはちょっともうシーズン終わっちゃって、もう、3人になってるとは思うんですけど、ちょっとやっていこうと思います。ちょっと動画出すのがちょっと遅くなっちゃって申し訳ないですっていう感じで、まあとりあえずやっていきますと。で相手はキング、エスカノール、ゴーセル、マーリン、強そう。まずその装備してるこう武器がもうみんな強そうだよね。みんな黒いしね。いやー強そうですね。まあただエスカノールの必殺がぶっ刺さる。速攻やられた。強くね、強すぎじゃね。いやーエスカノールが強いですね。まあ、ただ負けじと攻撃ぶち込んでいきますよと。強いね。倒せか。まあデバフ使用してキングもの削りきれない。でリリアでまあ必殺止めてという感じでやってますね。強いな。倒せるかな。エスカノールがねちょっと強かったね。いきなり必殺ためられちゃってぶっ破されました。これでどうだ。攻撃封じ、やだやだ。攻撃しないで。強い。いやーいけっかな。削り切れるのかなーっていうところがちょっとどうなんでしょう。これ必殺撃たれてて GG パターンかな。いやーマジか。必殺撃たれて GG かな。だこれは厳しい。まあとりあえず必殺は必殺封じ入れたけど相手の必殺が2個溜まっているんでぶっ破されますね。でこっちの必殺は打てないと。ゴーセルの必殺で必殺ゲージを削られてと。PC でもう一人やられる。ここからはそなたら。課題ですね。やば強っ。いやー強いなー。まあ、とりあえず回復入れてでもうこうかな。攻撃入れてね。デバフ付与して攻撃入れる。勝てる見込みありますか。あ回復もあるし、まあワンチャンいける。ただ金札が嫌だな。金札でご利用されるともう終わっちゃう感じ。おおパーフェクトキューブ。あー強いな。パーフェクトキューブ金札パーフェクトキューブか。で回復してなんとか延命測る。延命を測ってで必殺が2人溜まる。でマーリンの攻撃があるかな。それがね気になりますね。マーリンの必殺ゲージ削りが2発連続で来ると痛い。これでどうだ。ああ攻撃封じ打ってくる。
あーオーマイガー、オーマイガー、オーマイガーですね、これは。あーこれはえぐいぞ。で一応必殺溜まるけど、また必殺ゲージ削りを食らうと終わってしまう。やめてやめて、あーあー、やばいやばいやばい、あー終わったくせー。うわお、やられた。ヘンリーだけになる。ヘンリー頑張れる、これ。ダークス、いやーこれ厳しいね、だいぶ厳しい。必殺溜まるけど、あー無理っぽいな。いやーこれ無理っぽいですね。行きます、やられちゃうかな。うわいやーこれ無理じゃね。一応必殺打ってみる、打ってみっか、とりあえず、ね、とりあえず必殺打って、はい無理無理ですと、ごめんなさい、リタイアで。いやこれは無理でしたね。いやーくそー、苦しいな。いけなくはなかったな、いけそうだったんだけどな、悔しいな、やだな、負けちゃったんっていう感じで、もう一戦いきます。次はね勝ちたいですね、勝ちたいな、負けちゃったな、強かったな、さっきの。マジ強そう。うーわお、時計132000、相手が先制ですよと。でフェスキング、フェスエリー、ヘンドリクセンで、エスカノール、それはさちょっと強すぎじゃね、これ、これ強すぎでしょ。デバフもあるし、バリアもあるし、火力もあるし、マジかよ、どうしよう。でもこれさ、バリアでさ攻撃入んないんだよね、多分。入るかな、ちょっと一応打ってみるか。まあ腐食は入るよ。ああ、そうそう、このバリアがね突破できないんですよ。もうやだ、突破できんやん。いけるかな、またバリア張られたりとかするとまためんどくさいんですよね。いやーもうやだな。だよねーだよねー、いやいやいや、やばい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 、それじゃ頼むよ。やめてー、俺の俺のマメリがやられた。こっからの逆転はあるのか教えてほしい。こっから逆転できますか、今ここに降臨せよ、いけますか。まあでも全体的にまあまあ削れてはいる。でこっちは回復入れて、まあまあなんとか、まあなんとかですね。ダメージ量で言えばまあ相手の方が削れてんのかな、わかんないけど、でもこっち一人いないからね、それが痛い。マメリ削れるのは痛いですね。火力がどうしても火力不足になっちゃうんでね、もうデバフに頼るしかないな。ヘンドリクセンだな、ヘンドリクセン頼るしかない。で相手は回復を削ってくる、全体入れてくる。うわ気絶入れられる。ただしかし、あはい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 、ヘンディー、まあちょっと回復だな、ヘンディーで、まあ攻撃入れるか。どう、誰に入れる、
まあでもね、復活あるしね。まあとりあえず回復して延命です。でまあここで復活使わせてもいいけど、お、いい感じに削れてる。オッケーオッケー。でヘンディ帰ってくる。おし、必殺封じがあるな。いいな、必殺封じある、いいんじゃないですか。必殺封じで相手の必殺、あー必殺貯められる、うわやだ、あーやめて、それじゃ頼むよ、やめてヘンディ耐えて、それじゃ、あー耐えられない、ヘンディ耐えられん。終わったー、終わりの匂いがする、終わりの香りがしますね。あー必殺貯められるわ、いやーこれやべえなー、終わったくせえなー。いやキングの必殺受けたら終わっちゃうよー、あー終わったくせえやべえ2連敗かー、やだーやだよー、2連敗したくないよー。でもキングの必殺受けたら終わっちゃうよこれ多分。キングの必殺受けで GG になっちゃうな。あーやだー、キングやめて、助けてキングやめて。いやこっからいけないっしょ、バリアも張る、ダメですね。いやーリタイアします、すいません。くそー勝てん、つえー、キングつえーわっていう感じで、うん、まあ、もう一戦行きます。もう一戦行きますよ。まあ、なんとか一勝したい。なんとか。なんとか一勝させてほしいです。はい。なんとか一勝。一勝したい。3連敗はちょっとさすがにもうやりたくない。あー、なるほどね。強っ。投球14万。なんちゅう構成っすか、これ強いよねこの構成ね。ゴーセルのランクアップで、なんだランクアップして、で、あいつなんだっけ、剣士名前忘れちゃった、アーサーだ、アーサーのデバフ無効化があるんで、それがね強い。でエスカノールの火力もめちゃめちゃ高いし、必殺ゲージも削られるし、しかもマメリ入ってるしね、マメリの全体貫通もあるし、あーもう嫌ですあれちょっと待って、今日めっちゃ強いぞ、強い系ですね。まあただ、おお、デバフ入ってる。相手の、デバフ無効化がまだないうちに、もう蹴りつけたい、これ。ガンガン攻撃して。デバフ無効化入れられると、ちょっともう厄介なんで。よし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 。今がチャンス。今がチャンス。おお、ナイス。ナイスタゲ。よし、これで GG ですね。よし、これ一勝だな。勝てた、勝てた。これはもうこっから負けることないっすね。アーサーも封じちゃってるんで、アーサーいないんで、もう。これはもうね、あと5両せば勝ち。OK。ありがとうございます。リタイアしてもらいました。と。っていう感じで、まあ今日は参戦して、まあ2敗しちゃいました。いやー、辛いですね。強いですね。まあ、っていう感じで、まあ、一勝はできたんで、まあ、良きでしょう。良き、いいのかな？良くはないけど。まあ、とりあえずダイヤもゲットして、ですね。はい。はい。っていう感じで、今日は、まあ、喧嘩祭りやってみましたと。3連戦ですね。はい。っていう感じで、今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。